フィギュアスケートで五輪連覇中の羽生結弦が11月中にリンクでの練習を再開させていたと報じられたことが中国でも紹介され注目を集めている。羽生は右足関節靭帯の損傷により、今シーズンのグランプリ、GP シリーズ、NHK 杯とロシア杯を欠場中。12月22日から始まる全日本選手権にはエントリーしているが、怪我の状態が気になるところ、そうした中、日刊スポーツがツイッターで関係者からの情報として、11月中に氷上練習を再開と伝えた。このニュースは中国版ツイッター、微博、ウェイボーの羽生のファンアカウントによって中国でも伝えられ、注目を集めている。ファンからはグッドニュース、良かった、興奮してきた、ワクワクする、最高のニュースだねといった声や、健康が第一、くれぐれも無理しないで、しっかり治してね。怪我が早く治って、願い、4回転アクセルが叶えますように、何があっても応援しますといった声が上がっている。中国メディアは、来年2月の北京冬季五輪に、羽生が出場するかに注目しているが、ファンはひとまず怪我からの順調な回復。そして、最大の目標に掲げる4回転アクセルの成功を祈っているようだ。